ゴミ旋風、人旋風とは、地表付近の大気が渦巻き状に立ち上る突風の一種である。一般的には、旋風、旋風、つむじ風やつじ風と呼ばれ、英語では、ダストデビルと呼ばれる。竜巻と誤認されることがあるが、ゴミ旋風と竜巻は、根本的に異なる、気象現象である。人旋風とは、地表付近の大気に上昇気流が発生し、 これに水平方向の強風が加わるなどして、渦巻き状に回転しながら立ち上る突風の一種である。乾燥した土や砂などの埃、細かい落ち葉やゴミといった粉塵が激しく舞い上がる。ことから、ゴミ旋風と呼ばれる。大流混合層が、よく発達した晴天で強風の日中などに、砂漠、荒れ地、き地田畑、運動場、駐車場などのある程度の広さがある場所で、 発生しやすく、小規模なゴミ旋風であれば日常生活の中でも比較的容易に見ることができる。大部分のゴミ旋風は無害であるが、ごく稀に大規模なゴミ旋風が発生して人や建物などに被害を及ぼすことがある。ゴミ旋風は、一般的な日本語では、旋風、旋風、つむじ風や、つじ風、つじ風と呼ばれ、ニュースや天気予報などでは、ゴミ、 人という漢字をひらがなにして、人センプーと表を切ることもある。英語では、ダストデビルと呼ぶことが一般的で、誇りの悪魔という意味だが、ダストワール、ダストワールと呼ぶこともある。なお、ダストデビルよりも細長く渦巻いて立ち上るような場合は、ワールウィンドと呼ばれ、ワール、ワールには、渦巻くや、めまいといった意味がある。 これらの気象現象の厳密な区分は困難であるが、いずれも突風の一種として分類される。また、これらの気象現象は竜巻、トルネードと誤認されやすいが、ゴミ旋風と竜巻は定義や発生要因が根本的に異なる。ゴミ旋風の定義を簡潔に述べるため、日本の気象庁や気象研究所、日本気象学会などによる 竜巻の定義と合わせて述べる。まず、太陽光などによって地表の温度が上がり、同時に地表付近の大気が熱せられることで、混合層内にセル状の大流、または乱流状の大流が発生する。収束域に何らかの原因で発生した大規模な回転が加わると、核運動量保存のためコンパクトで強力な渦になり、ゴミ旋風になると考えられている。 つまり、ゴミ旋風が発生する時の上空は、混合層がよく発達した強い日差しの晴天であることが多い。これは、竜巻が発生する時の上空の様子とは大きく異なる点であるが、収束による延直渦旅の引き伸ばしという直接的な原因は、竜巻や水面で見られる蒸気旋風などと同様である。断交期の晴天時に、 強風の注意報や警報が出れば発生しやすい気象条件と言えるが、観光期においても晴天時に強風が加われば発生する気象条件となり得る。また、地表だけでなく、海面や湖面でも発生する可能性がある。なお、太陽光ではなく、建物の火災や山火事などで地表が熱せられて、渦巻き状の火柱が立ち上る現象は火災旋風と呼ばれる。 ゴミ旋風の形状は渦巻き状、またはロート状で、円直軸の回転方向は風向や地形次第で右巻きにも左巻きにもなる。地球の時点による天候力、コりオり力の作用で、例えば北半球では左巻きになるなどと誤解される場合もあるが、ゴミ旋風は気象現象として小規模であるため天候力が影響することはほとんどない。また、 多くの粉塵が舞い上げられている場合は、外見上の透明感が急減したり、付近の大気よりも、暗い色合いで茶色っぽく見えたり、灰色っぽく見えたりすることが多い。いずれも、地表側から上空側へ向かって、渦巻き状に立ち上るが、大規模なゴミ旋風でも、最大直径は50メートルから100メートル程度、最大高度は数百メートル程度であり、雲があるような高度、 キロメートル単位に達することはな。また、発生から収束までの時間は長くても数分程度で、ある。ゴミ旋風の被害は、粉塵が舞い上がる程度で、被害あるいは、自然災害と呼ばれるような規模には至らない場合が、ほとんどである。ただし、稀に、風速秒速30メートル前後の大規模な人風が、発生し、建物などに、大きな被害をもたらすことがある。 近年の報告例としては、2009年9月に、大分県日田市で、ゴミ旋風が発生した際、運動会のテントが飛散するなどした。また、2011年3月には、宮崎県宮崎市で、ビニールハウスが損壊する突風が発生し、目撃証言などから、ゴミ旋風による被害と推定されている。映像については本項目の、参考、外部リンクも、参照のこと。 地球以外の惑星でも気象条件が揃えばゴミ。旋風が発生することが観測によって明らかになっている。報告例としては、アメリカ航空、宇宙局 nasa のジェット推進研究所 jpl が担当する。火星査計画マーズエクスプロレーションローバーの無人探査機スピリットによる観測がある。無人探査機スピリットは2003年に打ち上げられ、2004年に。 火星に着陸して様々な観測を開始2005年以降に偶然であるが数回にわたってゴミ旋風の撮影に成功したこの中で最も鮮明に映っている右映像のゴミ旋風は2005年5月15日地球時間に撮影され NASA と JPL はこれをゴミ旋風と判断して2005年5月27日に公式サイトで公開したこの際のプレスリリース 風で移動する火星の旅人、ウィンド、ドレブントラベラーオンマースによると、このゴミ旋風は、グセフクレーターの中にある丘陵コロンビアヒルズ付近で午前11時48分頃、火星時間に発生し、約9分30秒間、静止画像21フレーム分にわたって、連続撮影されたものである。画像解析の結果、このゴミ旋風は、最大直径が約34メートルで、 画面内の移動距離は約 1.6km、移動速度は時速約 17km だったという。日本語としてのゴミ旋風はあくまでも気象用語である。しかし、日常生活の中でも比較的容易に見ることができる気象現象であるため、一般的な旋風や辻風などは気象現象を指す用法をしても、比喩的な用法としても古くから人々に、 親しまれてきた。気象現象を指す用法の古い例としては、平安時代の歴史物語、大鏡に、にわかに、辻風の吹き松、して、などの術がある。比喩的な用法の例としては、1909年に夏目漱石が発表した小説、それからに、彼の頭には不安の旋風、つむじが吹き込んだなどの記述がある。以下、主に比喩的な用法を述べる。 比喩的な用法では、一過性の流行や突発的な社会現象などを例えることが多い。ブームやフィーバーといった外来語と同義の意味合いで、マスメディアなどで用いられる。同じく比喩的な用法であるが、登場人物の性格や物語の内容を象徴するイメージとして使用されることが多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。